皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もエルダースクロールズオンラインやっていきたいと思います。あ、これだ、よかった。ローストのレシピいただきます。で、ローストのレシピを手に入れたけど、それだけじゃねダメなんだよね。消費アイテムだったかな。消費じゃなかったっけ、物資、これだ。うん、これを見ないといけないと。で、これでレシピを学んだから、あとは材料さえあれば作れるようになると。で、そういえばさっきねストーリーがあったから、あ、ごめん間違えた、危ねえ、誰か人がいたら危なかったな。で、このこちらのねギルドの、裏側だったかな、手前だったかなっていうところにクエストのね、人がいたはずなんだよ。ちょっとその人に話してみましょうか。こちらか、アレシン隊長は近いぞ、いたいた、この方か、アレシン隊長。ダガーフォールへようこそ。立ち止まるな。ロイの持っていた情報がある。ロイの、彼はどこだ、なぜよそ者をここに使いによこした。ロイは死んだ、彼の死体がこれを持ってた。死んだ、マーラの手にかけて。そのメモを見せてくれ。なるほど、我々の暗号だな。闇の魔法の使い手がカシミールを暗殺を企てているだと。だが黒幕は誰だ、もっと情報がいる。他にも情報を集めてこよう。俺をバカにするな。とはいえロイが死んだ今、他に方法はなさそうだ。宿屋ヨイドレライオンでグレンナ・グラク氏と話せ。ロイが何か調べていたなら彼女に聞けばやるべきことがわかる。もし裏切ったら、いや、それも彼女が始末をつけてくれるな。グレンナと話してこよう。次の目的地、酒場か、ここかな。あ、違う違う、ここはギルドだ。酒場はどこかな。この町の中には見当たらないな。酔いどれライオン、あ、ここで合ってたんだ、これか。うん、酔いどれライオンはどっちだ、こっち下だ。うん、あっちの方角や。この裏手かな、あの建物かな、もしかしたら。まあまあ行ってみましょう。ここにもクエストの人いっぱいいるね。なんか近くにチロチロ見えますけど、あ、そこにも歩いてるわ。まあ、また次回かな。ここかな、酔いどれライオン。ここ取りますよ。ここでしょうかね、酔いどれライオン。さて、ここの建物内に、ちょっと待って、なんかキャビネットか本棚かなと思っちゃった。あ、本棚もある。いや、本棚もね調べるの大事なんだよね。ほら、これ弓のね、わざこれ4助手しましたから、まあ気になる方はね、ぜひともこう読んで止めてね、読んでいただけたらと思います。一応全ページね、見ますので、ちらっとね。うん、結構長いねこの本。まあ、もともとスカイリムもね、結構本ね、重要なこと書かれてたりするんだよね。まあ私の友達もね、スカイリムのこう本をね結構読み漁ってた方とかもねおりました。うん、この本にね、伝説の、なんだろう、アイテムのこととか、そのスカイリム内の知識のこととかもね書いてあったりするんだよね。ということで、こちらかな、グレンナ・グランシュ。忙しいのよ、酒を飲んでるのがわからない。アレシン隊長に言われてきた。それで要件は何。ロイが暗殺計画の情報を掴んでいた。マラキャスにかけて、ロイはヘビの巣に踏み込んでしまったのね。ヘビの一匹は上にいるわよ。彼が何か知ってるかもしれない。私が話してもいいけど、顔を知られてる。あんたみたいなよそ者の方が喋らせやすいかもね。やってみる。熱心ね。ロイを思い出すわ。上の階よ。レベクを探して口を割らせて。でも殺しちゃダメよ。後で利用できるかもしれない。
私は関係ないことにしておいて、王家の密偵じゃないからね。ただのエール好きな王クよ。できるだけのことはしよう。でこの方がね、ダネル・テノレさんは、豚のローストは簡単なレシピだがマスターするのは難しい。そうね、手に入れた。次は何だ。材料を持って料理鍋のところへ行き、レシピに従うんだ。できたものを持ってこい。料理人として判定できるようにな。なるほどね、材料が底をついたらどこで探せばいい。穀物の袋、もちろんキッチンだ。食料なんだから当然そのあたりにある。必要なものを見つけて取れ。なるほどね、ということで、この上の階にいるって言ってた。あれ、あそこにもクエストの人かな。ん、この方、強きモルドラ、これ誰。何が欲しいんだい、ブサイク。ブサイク、もう一度ブサイクと言ったら殴られるのを覚悟しておけ。それは本当か。分かった、あんたならきっとアンドオンテッドの一員になれる。ん、何そのアンドオンテッドって。冒険を好む同志の一団、ここにいる全員が金と栄光を求めている。誰でもそうでしょ。さあどう、アンドオンテッドの一員になれると思う。なりましょう。本当にいいのかい。タムリエルで最も大きく最も卑劣な怪物と戦わなければならないよ。心臓の弱い人にはおすすめできないね。そんなものは恐れない。よく言ったよ、きっとうまくやれるだろう。もちろん実力を証明してからね。スピンドルクラッチという洞窟を探すだけさ。血に飢えた雲がうじゃうじゃいるよ。対処できたら戻っておいで。それが済んだら正式なメンバーだ。いやー、ここはあれだね、ギルドもさ、おおお、誰か光ってる。あー、この人もしかして正式なメンバーになった感じでしょうかね。いやー、ここはあれだね、新しくさ、ん、ケーキ、なんだろうこれ、ケーキのレシピかな。あー、ケーキのレシピなのかな。いやー、この町はいろいろ新しいギルドにも入れたり、なんか新しいチームみたいなのにも入れるね。さ、とりあえずまずここを出まして、次の目的地がね出てたはずなんだよ。ね、遺跡、はい、ということでね、遺跡を発見しました。こちらの遺跡が、シルーム遺跡のようで、目的地、はるか昔に失われた、伝承を取りに行くために、まずはねこちら入ってみましょう。ここに確か巻物が落ちてるとかっていう話だったかな。魔法系のギルドの方がね、確かここに書物があるから持ってきてくれっていうクエストだったので、で、今回ね敵が出てくるんだけど、雲がいっぱい出てくるって言ってたんだよね。で、ちょっとね、スカイマ、ちょっと待ってね、久しぶりすぎちゃってさ、いろいろ忘れてるんだけど、まずスカイマの方をね、カミカミですけど使い魔の方を召喚して、でちょっとねここら辺も雑穀か、ちょっといただけるものはねいただきたいんだが、いやーこういうのほんと調べ始めるとキリがない。あ、ボトルだ。ボトルなしか、キリがないのでね、ある程度でねスルーしましょうか。で下に行ける道と、こちら側は、ん、こっちも道があるね。あらら、こちらも続いてるわ。ちょっと使えそうなものはね、やっぱ持っていきたいかな。いかんな、つい癖で調べてしまう。うわぁ、こんなにあったらね、調べたくなっちゃう。よいしょ、よいしょ、魔法で。これちょっとね、久しぶりだなこれ、テスト。どれぐらいぶりだろう。最近はもうね、ずっとデッドバイデイライトとかね、楽しんでおりますけど。あ、倒したか。あー、これも死んだ。使い魔みたいなもんだったのかなこれ。あー、ネズミさんとタル、ライ麦、いやー、最近ちょっとね料理作れる料理が増えてる。あ、そうだ、あとお酒もあったね。復活してる敵大丈夫。
そうそう、作れるレシピも増えてるし、ちょっと待って、消費アイテムで、数量の少ないもの飲んでおきましょうか。スタミナ、うん、ここら辺ね、いただきましょう。うまい、ありがとう。アイテム、バナナか、袋。いやもうほんとね、こういうのね、キリがないんだけど、バックパックや。あ、いいね、お水。うん、あとは装備品か。うん、これはもちろんと、あ、こんなところに秘められし、ん、この本なのかな、もしかして。光ってたけど特に何も起きないね。気になる方はぜひとも止めて読んでください。よし、あ、書物、これで4分の1か。ってことは4つあるんだ。あ、これはスカイシャードや。いや、これ良かった、見つけれた。新しい地方に来たからね、スカイシャードがね、いくつかあるとは思ってたけど。よし、3分の2、あと1個見つけたら、スカイシャードがね、充填されるはずなので。いや、またこれ新しいスキルというか、まあ、スキルがね、手に入ります。さ、こちら側かな。あ、本棚がある。なんか有効的な本とかね、特に、スキルは上がらないと。まあでも一旦ちょっとね、これ気になる方止めて読むかもしれませんので、最後までね見ましょうか。ここも特に、うん、特に何もない感じか。じゃあ、あ、矢印マーク出てる。ってことは、あれ、死んでる狼みたいな。あれ、なんか本がさ、宙を浮いてるんだ。あー、これ儀式の何かなんだ、召喚の。ちょっと待って、まず袋、こちらね、いただきましょう。あー、本は空白に見えると。よくやった。ん、我が名はシャリドールだ。あら、あ、探検だ、いただこう。その本はバラステに返してくれ。炎が言葉を示すと伝えるのだ。炎が言葉を示す。いやいや、こんな本のあれやったん、あれやったん。まあいい、行こう行こう。うん、他にも多分落ちてるんだろうね。にしてもなんか狼みたいな残骸がね、ポロポロ。あら、死体が。ん？あそこ広場か。あ、これアイテムあるな。うん。いやー、これ本当にね、調べちゃう。やっている、まあプレイしたことある方はね、こういうことね、よくあるかもしれない。うん。ついついね、こういうところでね、こう。食べ物とかタダでもらえるのはね、非常にありがたいですよ。シチューとかもね、食べればスキルにね、なります。うん。そして、あ、あ、お花みたいなのがちょろっと落ちてるね。うん。いや、よくできてるんだよね、手相。細かいところまでね、しっかりとね、アイテムがこう落ちてたりとか、装備、こうやってね、装備品がね、ブーツか、カブと、あとは体験か。これも売ったらお金になるのかな、どうだろう。バックパック、あ、レシピあった。こうやってね、レシピが見つかるから、しっかりとね、探索していきたいところなんですよ。で、ちょっとね、新しくこれ飲んでおきましょう。うん、ちょいと消費しておかないといけないので。で、消費アイテムには入ってないか、物資。うん、これだね、維新待て、インフュージョンのレシピか。あ、アイシングラスっていうのがこれでやっと使えるようになる。うん、新しいレシピ覚えました。で、これでアイシンググラスを集めて良くなったみたいね。今まで特に取ったとしても有効活用方法がね、なかった。あ、大麦って確か必要だったかな、調理袋。うん、これ必要ないと。料理、なんか料理できないかな。ブラックコーヒー、あ、いいじゃん。いやいや、私もね、朝は目覚めのブラックコーヒーから始めております。皆さんどうでしょうかね、コーヒーは好きでしょうか。もう私はね、朝コーヒー飲まないとこ、ちょっと目覚めが悪いっていうわけではないけども、やっぱり朝はね、熱いホットコーヒー、うん、夏でもね、私ホットコーヒーをね、しっかり飲んでおります。あ、もういっぱいか、アイテム。じゃあ何かしら消費できるものは消費しておかないといけないな。さっき飲んだばっかりだけどね、これね。で、ちょっといらないものをね、捨てようかな。素材、骨か。あ、お金としては1円になるんだね。
どうしようかな。あ、盗んだものか。これ盗んだものはちょっと、うん、捨てとこう。チーズもいらないかな。ライ麦、レモンいらない。雑穀、うん。いや、ちょっといろいろ持ちすぎちゃったかな。うん、いっぱいだね。戻ったらあのアイテムの整理しましょうか。で、武器、あ、ちょっと持ちすぎだな。こんなにいらなかったかな。まあこれ売ってもお金にならないやつか。うん、取ったはいいが金にならんってやつか。よし、 OK で、ここら辺ね。うん、特に、こういうんエラーが出た。え、エラーだ、だ大丈夫だった。エラー、エラー大丈夫？あ、よかった、戻ってきた。あー、びっくりした。テソが落ちたかと思ったわ。あぶねあぶね。よいしょ。料理できないかな。ちょっと料理、これ料理できない。あー、使い魔が来てるわ。あ、ちょっとガードガード、あぶね。ね、これでこうちょろちょろっと。おれー、あ、ガード、よいしょ、よし。お、魔法の声レベルが上がったね。あー、ここ料理できないんだ。特に料理できるやつかと思っちゃった。この上、んー、あ、これ敵じゃん。ドミニオンのこれ兵士ってね、敵です。で、ガードして、よいしょ、魔法をね、しっかり使いましょうか。で、Y とかにもこれ魔法があったな。よいしょ。お、アイテム何かもらえるかな。体験炎、あ、これはお金になるやつだ、よかった。木箱と、うん、特に何もないかな、いいものは。あ、白身魚、これ白身の肉はいただこう。うん、確かね、何か料理するときに必要だったはずなんだよね。で、ここら辺、先ほどの方々がいなくなったから、敵がね、ワンサカいるって感じかな。先ほどこっちの方でね、誰かが戦ってたおかげでね、人がいなかったけど。あー、これちょっと強そうな、ボス系がおったか。だが、しかし、まだこの弱っこいやつから倒すか。よいしょ、魔法をね、ガツガツ使おう。私はこれ、魔法使いやでな、これ。あー、この敵が強いんだ。よいしょ。さあ、スタミナがなくなったからもう普通の攻撃しっかりこう貯めましょうか。よいしょ。あ、いいね、使い魔に気を取られてるのは非常にいいですよ。さあ、この闇の魔法で、あ、なくなっちゃったか。じゃあ普通の最後、あ、使い魔が倒してくれた。これ完了でございます。あ、いろいろ手に入るね。これ全部取れるのかな。よし、全部取ったぞ。アイテム全部取りました。これで終わりかな。うん、シルムのこれ探検者っていう実績がね、解除されました。確か小麦もね、料理に必要だったかな。ここは特に、あ、ライ麦か。うん、私もたまにあのライ麦のパンとかね食べます。うん、どうでもいい、ね、全然ね、関係ない話になっておりますけど。あ、バックパック縦か。うん、まあ、ライ麦のね、パン、私も、あ、お金じゃん、11ゴールド、よかった、しっかり見といて。お、こんなとこにボトルとかあるね。重い袋調査、あ、これか。うん、いただいとこう。一応私あの錬金したりするのでね、しっかりいただいておきましょうか。で、このマップ、あ、こっちから来てここは見て回ったから、道なりに奥に行けばあと2箇所回収して、終了って感じかな。そうね、ちょっと消費アイテムの方も使っておきましょうか。うん、ちょっとスロットを開けるようにね。あとはこう効果も得られますので、うん、これいただいて、よし、じゃあ奥を探索しに行きましょうか。よいしょ。さあ、どうだ？OK、終わりです。さて、マップとしては、あ、この奥でよかったか。この奥や。よいしょ。さあ、使い魔ちゃんよ。
私の代わりにこう気を散らしてくれ。そんなとこ隠れよって。よいしょっと。RB で何か出せるみたいだけど、ああマジかが足りないかな。でちょっとアイテムいただいて、あマジか溜まってないか。よし、オッケー。さ、雑魚敵を倒して先に進みましょうかね。まあ新しい地方に来たからね、ちょっと敵が強くなったかな。どうかな。よいしょ。さ、この魔法で、あ、つかやまちゃんがやってくれた。いや、つかやまも本当に役に立つ。さあ、これか、語られざる伝説。うん、これをいただいてと。これクエストの本だもんね。よし、オッケー。隣に飲み物があると。ついついね、癖で取っちゃうな、こういうの。よいしょ。ん、あ、狼がいるじゃん。あ、痛いな、おい、何すんだ。よいしょい、いけ。あの敵強いかな、どうかな。ここ一匹生きてるやついるけど、まあ特にこれ見れないか。あ、ウェアウルフか。うわ、強そうだな、ウェアウルフ。ちょっと体力が削られたぞ。だがしかし、こっちもね、魔法でガスガス削っていきますから。よし、OK、ウェアウルフ。これみんな倒してたみたいな、ね、焼きになって。で、本棚ね、火事スキルがね、2が、火事が2になりました。いや、これありがたいね。さて、一応ね、全部ページの方はめくりましょうか。さ、ここ、なんかちょっとあれだね、紙質が違うものだね。いや、どこに、そう、どこにね、何のスキルが上がる本が隠されているかわかんないから、しっかり私ね、こちら見させていただきましょう。まあ視聴者の方もね、気になる方もね、中には おると思いますので、こちらね、しっかりと一応ページの方ね、めくりますので、読んでみてください。うん、結構長い本だね、この本は。よし、次と。あー、これはなんか遺跡についての本みたいだね。いやー、いっぱい書いてあるね、本当に。うん、皆さんもね、どうでしょうかね、テソやっておりますでしょうかね。まあもう日本語発売されても1週間、2週間ぐらいかな、うん、以上経ってるのかな。まあね、ずっとこう日本語化されるのね、私もこう待ってた方の口なんでね、くねくね道。これもちょっと紙質が違う本だね。あれかな、もしかしたら吟遊詩人のこれ書いた本とか。そうなの、どうなんだろう、紙質がだいぶ違うんだがね。これで最後かな、本棚は。あ、これは遺跡のパート1だ。あ、ちょっと待って、敵が、ちょっと待って、敵が来とるやん。先にこっちをやっつけようか。よいしょ、よし、オッケー。だく、人が本読んでる。あ、ウェアウルフまでこれ復活しよったぞ。これはちょっと危険やないか。あ、レベルアップ、ありがとう。私次のレベル、そしてね、スキルの方も1ポイントいただきました。あ、もう取れないか、アイテムいっぱいか。ちょっとじゃあアイテムの方をね、消費できるものは消費しよう。メロンゼリー、あー、これいいやん。うん、まだ消費できるものいっぱいあるからね。さて、あ、ウェアウルフ、あ、痛い、取れた取れた。で、先ほどのこれ最後の本のね、途中でしたので、見ましょうか。うん、長い本だね。さっきの本もね、長かったんだけどね。よいしょ、これで終わりか。さ、次進みましょうかね。いやー、やっぱあれかな、ダンジョン来る前はちょっとアイテム整理しといた方がいいね。すぐアイテムいっぱいになっちゃうわ。あら、ここにも本棚あるやん。ほら、つい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 調べちゃうよ。よいしょ、この魔法強いな。だいぶマジカの方は持っていかれる。あ、レシピ、ちょっと待って、やべやべ、アイテムいっぱいあって、アイテムいっぱいあってさ、
これとちょっとブラックコーヒー、すまんな、ブラックコーヒーもうすぐ飲んでしまうわ、2杯ぐらい飲んでしまうわ。私一応ブラックコーヒー1日ね、大きいマグカップで2杯までってね決まりをつけてね飲んでおります。さあ、レシピ、いやよかった、レシピ手に入った、嬉しいな、レシピが一番嬉しいかもしれない。トニックか、材料何が必要だったか見てなかったな。伝説系か、しかもこれ両手のこれ武器がね上がりました。スカイリム進出の期間っていうの書いてあるね、伝説って書いてあるだけね、すごいことが書かれてるんでしょうかね。白ディール統治とかも書いてあるな、これ。おー、これね、こういう感じのね本でしょうかね、全然読んでない薄っぺらい感じですけど私は。ここ求愛するときに、あ、これが吟遊詩人のなんか恥ずかしい系の本なのかな。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。